奇抜なトークで番組を盛り上げるフリーアナウンサー、神田愛花、神田愛花さん。NHK アナウンサーからフリーへ転身すると、独特なキャラで知名度が急上昇しました。今回は神田愛花さんの再婚と元旦那について、またお笑い芸人の日村さんとの結婚馴れ初めや子供妊娠についてお伝えしていきます。神田愛花のプロフィール、本名、日村愛花、生年月日、1980年、昭和55年、5月29日。身長、156センチメートル。出身地、神奈川県横浜市。最終学歴、学習院大学理学部卒業。所属事務所、セントフォース。牧師、神田愛花、再婚ではなく元旦那もいない。神田愛子と日村の結婚馴れ初め。神田愛花、子供妊娠はまだ。神田愛花、再婚ではなく元旦那もいない。神田さんとお笑いコンビ、バナナマン、日村さんとの結婚は注目を集め、テレビでも大きく報じられました。ところがこの結婚は再婚であり、神田さんには元旦那の存在が囁かれています。若いうちにイケメン芸能人と結婚するもすぐに離婚、熟年で性格の合う男性と再婚するのはよく聞く話ですよね。結論から言って神田さんに離婚歴はなく、日村さんとの結婚が初婚です。つまり再婚や元旦那の存在は事実とは異なる噂でした。再婚説が流れたのは長年交際していた元彼が原因と言われています。神田さんの元彼はパイロットで、20代から10年ほど交際していました。しかも事実婚状態だったとの噂なので、日村さんとの結婚は再婚ではないか、と憶測が浮上したのでしょう。元彼との親密交際の過去が発覚したのは、指示ネタについて徹底討論する番組、ワイドナショー、でした。2018年11月18日、番組では航空会社乗務員の飲酒問題が討論のネタに。ロンドンの副操縦士が12時間以内の飲酒で逮捕されたことを取り上げていました。すると、神田さんは、随分前なので大丈夫かと思いますが、パイロットと20代に10年ほど交際したことがあります、と告白。元彼はしっかり禁酒していたことや、飛行中常に気を張る真面目なパイロットであったと明かしました。これには会場騒然で、ダウンタウン、松本さんも、なぜその話をしようと思った、とコミカルに返答していました。日村さんの先輩芸人である松本さんを前にして少し的外れな発言とも取れますが、パイロットの風当たりを心配しての弁明だったのでしょうね。元彼のフォローに回るとは、良いお付き合いをしていたようです。交際10年という親密な関係からも、元旦那なのではと噂が出てもおかしくありません。しかし神田さんとパイロットの元彼が結婚することはありませんでした。10年交際しても結婚しないということは、二人は縁がなかったのでしょう。昼夜関係なく、あちこち飛び回るパイロットとの結婚生活が想像できなかったのかもしれませんね。神田愛子と日村の結婚馴れ初め、バル、美しいアナウンサー、神田さんと個性的な日村さんはまさに美女と野獣カップル。容姿が全く異なる男女が、一体どのような戦いで夫婦になったか気になりますね。二人の結婚の馴れ初めは番組での共演です。神田さんは、バナナマン、設楽さんが司会をする番組に出演したとき、席がちょうど日村さんの後ろでした。数字の着ぐるみを着ていた日村さんですが、体の大きさで背中の素肌がはみ出てしまう始末。ところが背面を紐で結んで難なく仕事をこなす姿に、かっこいい、と感銘を受けたというのです。
このことを明かしたバラエティ番組、ポカポカでは、芸人の澤部佑さんに、どこがかっこいいんだよ、と盛大に突っ込まれていました。神田さんは日村さんの姿を見て、小さなことは気にしない寛容さと芸人魂を感じたのでしょうね。その後神田さんと日村さんは二人きりで食事をする中へ発展。しかし3回目のデートを経ても関係が深まらない状況に神田さんが耐えられなくなり、付き合うのかどうかはっきりしてほしい、と日村さんに切り出します。神田さんはすでに30代半ばであったため、次の相手を探す覚悟で問いただしたのでした。すると日村さんは、じゃあ付き合おう、と答え、2015年にめでたく2人の交際がスタート。交際後すぐに神田さんの事務所と実家に挨拶に行ってくれたと言います。神田さんへの気持ちが軽くて告白しなかったのではなく、交際に対してかなり真面目で、責任を取る覚悟ゆえ簡単に言い出せなかったのでしょうね。3回目にご飯ご一緒した時に言っていただけないなら、私もいい歳なので次を探さなきゃいけないと思って、このままを愛するならお付き合いするってことをきちっと言ってください、と言いまして、じゃあ、お付き合いしましょう、って言ってくださいまして。はっきりしないと、と振り返った、引用元、神田愛花フバナナマン日村との交際のきっかけ告白、なかなか言ってくださらなくて、スポニチアネックス、その後熱愛報道が出ましたがすでに双方の事務所公認であり、関係を隠すことはありませんでした。そして約3年の交際を経て2018年4月7日に入籍。プロポーズは日村さんからで、クリスマスに自宅ソファで、僕を幸せにしてください、と求婚したのでした。神田さんは心よく承諾し、この人といると人生楽しくなりそうと思い結婚を決めた、と発言しています。日村さんは性格が良いことで定評もあり、二人の結婚は美女と野獣婚、として世間から祝福されました。ところが神田さんは、母親が日村さんとの結婚に大反対していたことも明かしています。というのも、母親の結婚の条件は、高学歴、生まれながらお金持ち、イケメン、だったというのです。神田さんは由緒正しい家系の生まれの箱入り娘だったのかもしれませんね。また、神田さんの母親は歌舞伎か野球しかテレビを見ないとのことなので、芸人として大活躍している日村さんを知らなかったのでしょう。のろける一方で、母親から交際を大反対された話も暴露していました。神田の母は、恋人選びの条件として、高学歴、さずよデザインを築いたのではなく、生まれつきお金持ち、見た目が早にもこみち、お上げ、日村との交際を認めてくれなかったそうです。引用元、神田愛花、母が交際反対、発言で炎上。バナナマン日村勇紀への上から目線に、何様だよ。エキサイトニュース、母親の反対に会いながらも、二人は諦めずに結婚したのでした。神田さんは日村さんの好きなところとして、四季折々の足の裏の体臭から、キャラクター含めて素敵、と発言しており溺愛しています。忙しい合間を縫ってデートもしているので、とても仲良しなようです。神田さん曰く日村さんは、面白くてミスも笑って受け止めてくれる、とのことなので、ほんわかした関係を望んでいるようです。神田愛花。子供妊娠はまだ、神田さんに子供の噂がありますが、2023年現在のところ妊娠はしておらず出産経験もありません。ただ子供は好きで、日村さんは相方の設楽さんの娘に誕生日プレゼントをあげるなど、自分の子供のように可愛がっているとか、二人に子供はまだいませんが、出産願望はあるかもしれませんね。
2023年で神田さんは43歳、日村さんは51歳になるので、もしかしたらなかなか授かれないでいる可能性もあります。そもそも二人は結婚時、すでに30代と50代の後半でした。そのため子供が望めない可能性は結婚前から重々承知であったことでしょう。とはいえ、滝川クリステルさんのように40代で第一子を出産する方もいます。そう考えると、神田さんも今後もしかしたら子供を授かる可能性はあるでしょうね。